お久しぶりです。長寿宗です。久しぶりの動画なんですけれどもね、今日はちょっとね、報告の動画です。実はですね、7月はですね、活動を停止してまして、ツイッターの方とかでね、8月から活動を再開しますよっていうような報告をしてたんですけれども、ちょっとね、また手をね、怪我しちゃいまして、活動再開ができずにいるんですよね。それでですね、まあよく考えたらツイッターあまりフォロワーいないんですよ。積極的にね、フォロワーをね、増やそうとしてないしですね、なのでね、あまりチャンネル登録者さんのフォロワーいないと思うんですよね。全然報告になってないじゃないかっていうことなんですよね。なのでまあちょっと、もう活動停止してから1ヶ月半も経とうとしてるのに、ちょっと遅くはなりましたけれども、一応ね、報告の動画を上げとこうと思いまして、まあ予想はしていたんですけれどもね、6月が結構ハイペースで、週に5本ぐらいのペースでアップしてたんですよね。それがいきなり、まあ8月に全く上げなくなっちゃったんで、チャンネル登録者の方がね、減るんじゃないかと思ったんですけれども、まあ予想通り多分ね、50人前後ぐらい減ってるんですよね。でまあ50人前後ぐらい増えてるんで、まあプラマイゼロにはなってるんですけれども、6月はね、結構調子よくて、チャンネル登録者さんがね、いいペースで増えてたんで、まあやっぱりね、早めにね、報告の動画を上げておくべきだったかなと思います。まあね、報告の動画を上げたからといって、チャンネル登録を解除する数が、まあ、少なくなったかどうかはわからないんですけれども、さすがにね、いきなり活動停止して何の報告もないというのは良くなかったなと思って、まあ今日上げてるわけです。で、現在の状況なんですけれども、まあ7月いっぱい活動停止してまして、8月に入って、活動再開する予定だったんですよね。と、まあツイッターでも報告あげたんですけれども、その後にちょっと手の方をね、右手の人差し指と、左手の薬指怪我しまして、これがですね、ちょっとね、思いのほかひどい状況で、まあどうなってるかというと、爪がね、肉に食い込んで、切れて、そこを怪我してるわけなんですけど、実はね、これほとんどの手がそういう状況になってたんですけど、このね、2本の指だけバイ菌が入ったらしくて、それでね、不良肉腫という状態になってまして、まあなんかパンパンに腫れてて、もうちょっとでもなんかに当たるだけでも悶絶するほど激痛が走るような状況で、これはちょっとまずいなということで病院に行ったんですけれども、確かね、4日の日に病院に行って、それで不良肉腫ということで、まあもしかしたら切らないといけないというふうに言われまして、でまあその日はまあ忙しかったんでできないということで、7日の日にね、どうするか判断しましょうということで、7日の日に病院に行ったんですよ。そしたら不良肉腫の方が大きくなっているということで、やっぱり切った方がいいのではという話で、ちょうどね、連休前だし、お盆休みも控えてるんで忙しいということで、まあ、10日の日に切りましょうということになったんですよね。けどなんかちょっと不良肉腫の方が成長してきて、ちょっと大きくなってるんで、先端の方を切りましょうかということで、麻酔なしでね、切られたんですよ。もうめちゃくちゃ痛かったんですけれども、よく考えたらね、10日の日に切るって言ってるのに、なんでこの10日の日はね、麻酔をかけて切るのに、今切る必要があったのかなと思ったんですけれども、ということでね、8日の日と9日の日はですね、ちょっとね、仕事の方も休みまして、極力ね、何もしないようにしたんですよ。もうね、手の指なんで、何もしないようにしてても結構ね、当たってね、痛いんですよ。仕事なんかしてたらもうしょっちゅう当たるんで、2日間ね、休み取って極力何もしないようにしてたらですね、結構腫れが引いてきまして、まあその先端を切ったのもね、効果があったのかもしれないですけれども、すっかり腫れが引いて痛みもね、だいぶ少なくなってたんですよ。で10日の日に先生に見せたら、もうちょっと様子見ましょうかということになりまして、で、12日の日にですね、もう一回見まして、まあなんか良くはなってないけど悪化はしてないということで、ただ治るかどうかは
ちょっとわからないということなんで、お盆休み明けの16日まで様子見ましょうということで、16日に切るかどうか判断するみたいです。こっちのね、人差し指の方はもうほとんど治ってましてね、こっちはもう先生も多分切らなくて大丈夫じゃないかって言ってるんですけれども、もうねほぼ痛みないです。ただこっちはねわかんないですね。もう痛みは結構引いてましてないんですけど、やっぱりちょっと打ったりすると痛いんですよね。まあ自分で勝手に思ってるんですけど、まあ切るにしても切らないにしても多分まああと1週間10日ぐらいでは治るんじゃないかなと思ってます。なんでね、今月末頃にはなんとかね活動をね再開したいと思ってます。でね、 LINE とかでね、うちのね動画のに出てくれるメンバーにもね報告してたんですけれどもね、まあいつも出てくれる資料老人が僕の柳葉で切りましょうかとか言ってきたんですけれども、自分のチッコの皮でも切っとけよって話ですよ。まあメインチャンネルの方もいろいろ企画考えてますし、サブチャンネルのね生物部の方ももう結構ナマズの水槽をね大きいのに変えたりだとか準備してることがありますんで、活動再開したらねすぐね動画何本か撮影できますんで、もう少々お待ちください。まあただね、ちょっと雨が結構あと1週間ぐらい降るみたいだし、コロナの方もね緊急事態宣言出るかもしれないしですね、遠征に行こうかなとか考えたりもしてたんですけれども、それはちょっとしばらくできないかもしれないですけれども、まあやれる範囲でね活動していこうと思いますんで、ということでちょっとね活動を停止していますという報告の動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。